Hey guys, welcome back to another episode of The Legend of Heroes Trails in the Sky, the third. It's your boy Caligo Gaming, and you know how we do things around here. I'm stood out here outside of Star Door number 5, I do believe it is. This one, well, the text is gonna tell me actually. It's gonna be the lady who entrusts her feelings to the blade. Nanji, Hakujin ni omoi o takusu musume, wa ga moto ni hiki tsure yo. Open the door. ここに記憶のかけらと祝福を与えん。なるほどなるほど。まさかそんなことがあったなんて。おい、アネラス。あ、ルグランじいさん。なんじゃ、なんか問題でもあったのか。掲示板も見ずに2階へ行くなり黙り込んで。まさかアイスの食いすぎで腹でも壊したんじゃあるまいな。そんな子供じゃないんですから。ほう、よく言うわい。はて、一体どこの誰じゃったかの。朝からアイスを3個も食べて。その話は内緒ですって。だいたいそれはまだ私が準遊撃士だった頃の話。今は反省して朝のアイスは1個までって決めてるんですから。いや、そもそも朝からアイスというのはどうかと思うが、まあいい。で、さっきから一体何をしておるんじゃ。あ、はい、実は今朝遠方に住んでいる祖父から手紙が届いたんですよ。ほう、お前さんの祖父殿といえば。ええ、剣術の師範なんです。八王一刀流のユンカーファイといえば、その道では結構有名なんですよ。We've never heard of this name before. そうじゃったな。お前さんから聞かされる前から名前だけは知っておったが、確か一時期このリベールにも住んでおられたんじゃったか。あ、はい、よくご存知ですね。ただ私もよく覚えていないんです。なんせ私が生まれる前後のことらしいので。そんなに前の話じゃったか。それで祖父殿は今も元気にしておられるのか。ええ、どうやらピンピンしてるみたいです。最後に会ったのは1年くらい前ですけど、もう70歳のくせして手合わせをすれば私なんか子供扱いでしたし。現役遊撃士を子供扱いとは恐ろしいほどの達人じゃ。どうかしましたか。いやな、アネラス、これは以前から思っておったんじゃが、What type of flavor do you use for your scoops every morning? お前さんはどうして祖父殿の元へ行かんのじゃ。え？いや、お前さんが志すという剣の道とやらについてじゃが、祖父殿のそばでその技を磨くのが一番の近道という気もしたのでな。それは。ああ、いや、余計なお世話じゃったか。すまんな。老人のたわごとだと思って聞き流してやってくれ。そんなこと。それに全然余計なお世話とかじゃありません。ルグランじいさんの言うことには確かに心当たりがあるんです。ただちょっと説明が難しいなと思って。 We'll try. 私はこれからももっともっと剣のことを知りたい。そのためには確かにおじいちゃんの元で修行を積むのが近道だとは思うんです。でも私は剣と同じくらい、いや、それ以上に遊撃士のことが知りたいと思ってて、だから剣術家として剣を学ぶんじゃなくて
遊撃士として剣を学びたいっていうか、やっぱりうまく説明できませんね。いや、なんとなくじゃが、言わんとしてることはわかるぞ。型とか技とか技術的なことに関してはもうすべて教えたって、それを使いこなせるかどうかはあとは私次第だって、そういう意味でもおじいちゃんの元で剣を学ぶ必要はないって思ってるんですと言っても自分がちゃんと前に進めているのか今も不安だらけなんですけど。なるほどの。ルグランジーさん？いや、お前さんがあまりに真剣に語るもんじゃから感心しておったのじゃよ。もう私にここまで語らせたのはルグランジーさんじゃないですかいや、いい話が聞けてよかったぞ。そうそう、それで肝心の手紙には一体何と書いてあったんじゃ？はい、それがまたびっくりなんですけど、カシウスに会いに行けってそう書いてあったんですよ。カシウス？そりゃあのカシウスのことか。ええ、そうみたいです。なんでもその昔おじいちゃん王国軍の訓練に特別講師として招かれたことがあるとかで、その時にカシウスさんのことを指導したことがあるそうなんです。以来二人の間には師弟関係のようなものが築かれたらしくって、10年前剣を置いた時にもカシウスさんおじいちゃんのところにわざわざ挨拶に行ったそうなんです。10年前、ちょうどカシウスが軍を退役して遊撃士になった頃の話じゃな。それで？それで最近おじいちゃんカシウスさんが軍に復帰したのを風の便りで知ったらしくって、もしかしたらこの機会に再び剣を取る覚悟なのでは。それでお前さんに直接そのあたりの真偽を確かめてくれと頼んできたわけじゃな。 Maybe we'll have to test our skills against his. ええ、そんな感じです。なるほど。しかし意外なところに意外な縁があるもんじゃの本当に。そんなわけでルグランジーさん、ちょっとお願いがあるんですけど。休暇が欲しいんじゃな。そういう事情なら一向に構わんぞ。なんならカシウスとの面会も取り計らってやろう。本当ですか？思う存分あやつの胸の内を解いた。ただし。What's the catch? ただし？今掲示板に出とる手配魔獣を全て残らず片付けてからじゃ。All 46 of them. そんな。確かまだ5件はありましたよね。Fuck, that's even worse. 何？この辺りの魔獣退治など、今のお前さんには軽い仕事じゃろ。それに、ルーアンに貸し出したグラッツのやつもまだ帰ってきておらんのじゃ。Might be dead. やるべきことはしっかりやってもらわんとな。はーい。Don't tell me this is what this door is about. 3 days later. やっと到着だね。約束の時間もバッチリだし。何か用かな？ I don't know. Can you?私、遊撃士のアネラス・エルフィードって言います。カシウス准将にお会いしに来たんですけど。あんたか。話は聞いている。早速係の者に連絡しよう。ただちょっと待ってもらう必要はあるかな。約束の時間はぴったりなのに何かあったんですか？いや、私も詳しくは知らないのだが、ま、准将はとにかく忙しいお方だから何かと押しているみたいだな。とりあえず連絡するからしばらく待っていてくれ。はい、お願いします。遅いな。まさかキャンセルになるってことはないよね。
さすがにここまで来て手ぶらで帰りたくはないな。面会が無理そうだったら、オートの百貨店に行っちゃおう。確か新作のぬいぐるみがそろそろ入荷してる頃だし。ペアにしようかな。たまにはワニくんとかもいいよね。You're beyond help. おい、遊撃士の長ちゃん。I can't be asked to listen to you anymore. Just go inside and handle your business. どうやらおいでのようだぞ。We're gonna have to duke it out in here, don't we? お疲れ様です。ご苦労。あなたがアネラスさんですね。はい、そうですけど。ようこそレイストン要塞へ。順将がお待ちです。どうぞついてきてください。え、本当に？それじゃあカシウスさんに会えるんですね。ええ、お待たせして本当に申し訳ないとのことです。さあ、どうぞこちらへ。はい。アネラス殿をお連れしました。うん、ご苦労だった。任務に戻ってくれていいぞ。は、失礼します。アネラス、遅くなってすまなかったな。いえ、全然構いません。それよりすみません、お忙しいところわざわざ時間を取らせちゃって。遊撃士時代の可愛い後輩のためだ。しかし久しぶりだな、アネラス。うん、また一段と腕を上げたようだが。 I really like this voice actor right here. 遠くで頑張っているエステルちゃんには負けてられませんから。これでも一応ライバルに認定してもらってますし。そうだったな。娘ともどもこれからの活躍を期待させてもらうぞ。はい。時にユン先生は相変わらずご壮健のようだが、今日もそのことづけでここまでやってきたそうだが。はい。カシウスさん、本当に私のおじいちゃんと知り合いなんですか？ああ、剣の道の師にあたる。もう20年以上前になるか。初めてお会いしたのは士官学校で剣を学んだ時だった。このレイストン要塞でこってり絞られたのを今でも思い出すぞ。なるほど。でもどうしておじいちゃんを知ってるって教えてくれなかったんですか？私がおじいちゃんの孫って知っていらしたんですよね。 Of course he knew. ああ、まあな。だがお前と会った時はすでに剣を置いて久しい身だった。 There was no reason to bring it up, huh? 兄弟子面をして名乗り出るのもはばかられてな。ああ。ユン先生とも10年ぶりか。たまにお便りをいただいているが、お元気でいらっしゃるのか？それはもうピンピンしているみたいですけど、それでですね、実は今日ここに来たのはその10年前の話の続きをさせてもらうためなんです。何？ほう。カシウスさんが剣を置いたのをおじいちゃんは今も惜しんでいます。だから軍に復帰したと聞いて私の方に手紙を送ってきたんです。もしかしたらまた剣を取る覚悟が決まったんじゃないか。カシウスさんの気持ちを直接会って確かめてきてくれって。そういうことか。俺ごときの未熟な剣を今も気にかけてくださるとは。しかし俺は再び剣を手にするつもりはない。それはどうしてなんですか？そうだな、何と言ったらいいか。私ずっと疑問に思っていたんです。剣聖とまで呼ばれたカシウスさんがどうして剣を置いたのか。カシウスさんの使う棒術を否定するわけじゃ決してないんですけど、でもやっぱりどうしても納得できないんです。
どうして軍に戻ったのに剣は捨てたままでいるのかって。うん。それってもしかして。It's valid, and I think he has touched on why he doesn't want to do it anymore. 剣術より棒術の方が優れているとお考えだからですか。Will define strength. いや、そういうことでは決してない。今の俺の立場には剣より棒術の方が合っている。敵を切るのではなく、遠ざけることに重きを置いた守りの象徴としての棒術がな。そんな剣は何も切るためだけの武器じゃありません。それに私にだって守りたいものはあります。剣士として、遊撃士として、何よりも私自身として。それはおじいちゃんが教えてくれた剣じゃ守れないっておっしゃるんですか。 No, he's saying it varies from person to person. すみません、押しかけておいてこんな。でも私どうしても納得できなくって、今まで剣を振るうことに迷いなんて感じたことなかったのに、あの事件を通じて改めて自分の力不足を思い知ってしまって、このままじゃ私どんなに頑張っても一人前になれないんじゃないかって。なるほどな。うん、これも女神の巡り合わせか。それにしても先生も相変わらずお人が悪い。え？アネラス、残念だが今の俺ではお前の問いに答えることはできん。だからそれは代わりの者に答えてもらおう。外に出ちゃったけど、それにカシウスさん誰か呼んでたみたいだけど。おっと、来たか。もう準備はいいのか。 Begin。 ええ、おかげさまで。 That's Richard, right? しかしまたこの軍服に袖を通すことになろうとは。まったく順将も人が悪い。ふん、そう言うな。さすがにあの普段着姿では動きづらいだろう。リシャール大佐。こんな格好していて言うのもなんだが、私はもう大佐ではないのだよ。すみません、リシャールさん。うん、そういう君は確か声優劇師のアネラス君だったか。私のことご存知なんですか。これでも一応情報部の司令を名乗っていた男だからね。トゥシェ、国内の遊撃士くらい全て把握しているさ。なるほど。でもどうしてここに。実はこのリシャールがお前の前に面会していた相手でな。え、実はこの度民間で調査会社を立ち上げさせてもらってね。 Really? 仕事の都合上今後も何かと王国軍とは付き合うことになる。その挨拶をするために出向いたというわけなんだ。へえ、そうだったんですか。もしかしてさっき言っていた代わりのものって。ああそうだ、今からこのリシャールにお前と手合わせをしてもらう。Oh shit, okay. 待ってください。そんな急に言われても。それにまさか相手があのリシャール大佐だなんて。さっきの問いの答え知りたくはないのか。剣に対する疑問は剣にしか答えられんだろう。勝ち負けにこだわらず全力でぶつかってみるがいい。わかりました。拙いながらもありったけの力でもって。うん、剣聖の源流に位置する達人に連なる剣とやらとくと拝見させてもらおうか。行くぞ。 Oh shit. Oh, this music gets me pumped up already, man. Let's get it. Okay.
Don't kill me. What can we do? I haven't fought one battle with you. Okay. No, never. I think I'm gonna have to save my EP for healing Earthlands. Unless he has some weakness towards it. He doesn't. 10k. 14k. My bad. 14k life. Okay, so what can we do here? Petal Dance. Sacrifice defense for offense. I don't know what to do yet, dude. I'm gonna scope him out. That's what I'm gonna do. This? I don't know. I don't think that helps. I'm just gonna attack normally. It's gonna be a long battle. Okay. Shit, dude, this is kind of not good. 3k, how much? Fuck it then. Do I have any? Okay. 2 tiara bombs. Okay. Alright. Yeah. Well, I guess I should heal. I guess that's what I should do. Let's go with that. Okay. What are you gonna do? Okay. I can eat that. We're gonna eat that. Okay. Now. Paladins. Go. It's gonna be rough. We might have to heal after this. Okay. Alright. Yeah. Now. It's not gonna do anything to him. How about this though? I don't know. This might be a rough one. Dude! He's gonna wreck me. Relax! Shit. How many turns? So many turns. Okay, we're gonna go with this for sure. Good. Just don't murder me, dude. That's all I'm asking you. Don't murder me. Let's go with... I don't know. Fallen Leaves? Ah, see, now it's gonna work. Let's do it. Nice. Can we do it again? Oh! Can we do it again? No. Well, it was a nice run. Should I attack normally, maybe? Save my stuff? Shit. Okay. Here's what I have to do again. I have to go ahead and Petal Dance. Right? Yes. He can't kill me from this range unless he unleashes an S-Craft with the defense drop. It might be a possibility. It would be really bad luck if that was the case. Shit, relax, my guy. It's not that serious. Uh-oh. Okay. Nah, this is bad. This is bad. How about we go with Fallen Leaves? Yeah, I can't resist it. Can I? Listen, man. Yeah, I can't. I just have to do it. I just have to be... Maybe that was a bad idea. For some reason, I thought in my mind that... Oh. See, damn it. Damn it! I missed my chance. 30... How much does a regular attack do, though? That's good. I don't have to waste CP for that. That's good. Okay. Let's hope. Fallen Leaves. It's not gonna do it. It's not gonna do it. So attack normally. Nice. Halfway there. Relax. Okay.
We're on cruise control right now, Fallen Leaves. It's not gonna do the trick. Uh-oh. Relax. This is healing territory now. Okay. 40. So I can use this twice. But it's a waste at this point, isn't it? Question is, does a brother dare? I could do this. How much would that do? Fucking nothing. That's what it does. Okay. Can he kill me from 5k? Risky for a biscuit, baby. Don't attack me twice, is all I'm asking. Don't attack me twice. That's good. That's alright. That's fine. Now, what I'm gonna do is... Fallen Leaves. I can't resist it. I have to. Good. Can I do it again? No, I can't. Okay. Now, what I'm scared of in this scenario is... Can I get a turn to heal? I can! Okay. So whenever I get the chance to... attack delay, I will. Learning strats! And I have one more Tyrol in me. Relax. Okay, here we go. Fallen Leaves. Doesn't work. Attack normally. Nice. Come on. It's in the bag. Not yet. Calm down. It might be in the bag. Two more attacks. If you let me delay, it's over. Oh, no, wait. The thing is... Yeah, my buff is over. My buff is gone. Do it. Okay, fine. That's fine. Let's see what we got. Fallen Leaves. Fuck. Can he kill me from 4.5? He hasn't shown me anything that would indicate that. 1.6. Don't kill me with your next move, and I'm fine. Or, I heal. I heal and take the safe and secure option. That's what I do. Use my last heal. It was there for a reason. Let's do it. It's fine. Oh! It would have fucking killed! Dude, it would have fucking killed! I don't believe it. Okay. Alright. That was clutch play right there. That was pro plays right there. It's a riggedy 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 rap for you. And I'm gonna finish it off with my, you know, signature move. Go! You're done indeed, sucker! That was clutch. That was smart. That was well played. やれやれ、私もまだまだ未熟か。よし、それまでだ。両者とも剣を収めろ。 Oh my god, yes. アネラス、ブンブン、このリシャールの剣、お前の目にはどう映った？ Sloppy F。 あ、はい。八を一刀流、五の型、残月。多少アレンジは加わってますけど、抜刀術を基本とした構えですね。いや、そういう表面的なことだけじゃなくて。うん、どうした？戦っていて気づいたんですけど、リシャールさんは私の呼吸に合わせて剣を振るうんです。そう、私が攻撃を仕掛けようとする瞬間の
まさにその呼吸に、なんというか、リシャールさんの立ち筋は受けの姿勢に満ちていて、そんな姿勢が肩とぴったり合わさって、すごく自然で強い剣になるんです。ほう、でもどうしてリシャールさんは受けにこだわるんだろう。もちろん何かを守るためだとは思うけど。アネラス君。はい。私が剣を振るう理由はただ一つ。それはこの国を守るためだと思っている。あ、 since you pose no threat to that, that's why he fights defensively. 誰であろうと、それぞれ守りたいものは必ずあるはずだ。それは家族や恋人のような具体的な存在かもしれないし、あるいは信念や理念のように形のないものかもしれない。そしてそれをどう守るかという思いもまた人それぞれだ。私の場合、その思いのあり方が君の指摘する受けの剣とピッ国家を窮地に追いやった滞在人がこんなことを言うのもおかしな話だが、それはリシャール、順将、どうか何もおっしゃらないでください。いかに陛下がお許しになろうと、私の罪は償いきれるものではありません。ですがあなたがそうであるように、私も国を守ることを捨てきれない。そのためにも私は軍を去る決意を固めたのですから。え、アネラス君、私は思いの前には立場さえ手段の一つに過ぎないと思っている。そしてそれは獲物に関しても同じことではないだろうか。あ、大切なのはそれにどんな思いを乗せるか。俺が剣を置き棒術を選んだのもその思いのあり方が変化したからに過ぎない。だからアネラス、私も私だけの思いを自分の剣に乗せればいい、そういうことですね。おっと、先回りされたか。さすがはユン先生の孫だなその分忘れるのも早いんですけど、でもカシウスさんの気持ちようやく分かったような気がします。そうかそれはよかった。すまんが、ユン先生にもよろしく伝えておいてくれるか。はい、任せてください。きっとおじいちゃんも分かってくれると思います。うん、そうだな。リシャール、構わんかもちろんですとも。それに私はちゃんとあなたから剣の道を受け継いだ。それは彼女こそが持つにふさわしいでしょう。え、だそうだ。アネラス、受け取ってくれるか。ジーヌ、これはかつての俺の哀悼だ。剣の道を行く者が持っている方がいいと思ってな。 See, it sounds freaking amazing, right? But if you were to sell this sword, it's probably gonna go for like 500 G's or something like that. ちょっと待ってください。こんなの受け取れません。これはそのリシャールさんにこそ。大切なのは表面に見える形だけではない。それは先ほど君も理解したはずだ。 I did, and then I forgot it. でもそれとこれとは話が違うような。アネラス君、何も深く考える必要はないよ。さっき君が言った通り、君は君だけの、ただそれだけのことなのだから。私だけの思い、わかりました。ありがたく受け取らせていただきます。君の立ち筋には学ぶべきところが多くあった。機会があったらまた手合わせしたいものだな。はい、こっち精進を怠らんようにな。はい、負傷アネラス・エルフィード、全身全霊をかけてこれからも剣の道を邁進いたします。
そうか、それはいい経験じゃったな。はい、多分おじいちゃんこうなることが分かっててあんな手紙を書いたんだと思います。前に手紙を出した時、私ちょっと気弱なことを書いちゃっていましたから。なるほど、さすがはカシウスのお師匠じゃな。ところで早速で悪いが、休暇中に溜まっとった依頼を片付けてもらうぞ。お前さんが出張っとる間に市長からの依頼なども来ていてな。きちょうどよかったではないか。早速獲物に左右されない稽古ができるというもんじゃろ。 Why, thank you. 確かにそうですね。というわけでおじいちゃん、最初から分かっていたと思うけど、やっぱりカシウスさん、剣の道に戻る気はないみたい。でも今度のおじいちゃんの手紙で改めて自分の剣を見直すことができました。今まで速さとか強さとかそんなことばかり気にしてたけど、大切なことは何のために自分は剣を取るのか、その思い、つまり魂なんだね。なんでいつもおじいちゃんに勝てないのか、やっとその理由が分かった気がします。出来の悪い弟子かもしれないけど、これからも精一杯頑張ります。アネラスより。えい、beautiful. Let's see how good. Ooh, hello. Hi. Sweet. Let's see how well, how good this. Goddamn that button. See how good this sword is. Tatara goes from 15-16 to. What? The fuck? Fam! That's even better than Zin. Dude, that's better than every single motherfucker on the squad. Ha! Dude! That's nuts! And then we can use Petal Dance as well. And it's gonna be a wrap because I'm gonna use Earth Walls. Bruh. Fam. Yeah, okay, okay. You earned your spot. Ginu, as long as you have Ginu and it doesn't get outdated, we're good. Alright? Crazy. Next episode, we are gonna go back to. Next episode, we're gonna go to the forest. And see if we can get another stone to unleash another member. That sounds weird, but that's what's happening, okay? Anyway, this has been your boy, Kaigo Gaming. I'm out of here. Love y'all and deuces.